次に出てくるのが速達郵便という選択肢ですね。まあ、定期以外で410円から今送れます。配達日が予測できます。これですると基本的に再生便ですから、再生便で届きます。で、早く届きますよということですね。普通郵便と違ってで、今後で以降紹介するものね、今から以降紹介するものは全てテック文になるんですね。これテック文って何かというと、例えば速達郵便、機械ピューって分けました。機械が間違えて東京の奥の中の沖縄に送っちゃいましたよ。沖縄の方に届いちゃった。あららら。じゃあ済まないんですよね、速達の場合は。ね、機械がね、読み間違えてピュッて入れちゃったらね、手書きだったからね、届きませんでしたって言い訳できないんですよ、速達は。ですので必ず人の目で見て、速達はもう速達は速達だけでですね、郵便をその時点で分けるんですよ。全部郵便物を昔速達専用のポストとか青いポストを作ったりね、郵便ポストを作った人たちもこれがあるんです、全部ですね、速達ってなったのは全部、実は避けて、でこれは全部手割りって言って、手区分、手割りって言うんですけど、機械にかけずに全部人の目で見て、一通ずつどこの宛先のものかっていうふうにね、割り当てをするんです。これは全ての、途中でこれをやるわけです。で、速達は速達だけでケースに入れないで、速達ケースっていうのがあってね。で、速達ですよって言って分かるようにしてね、運ばれる。当然、便も多いです。普通郵便は1日1回かね、何回かしかね、ピョンって出てきませんけど、その間に速達は速達専用で便があって、必ず再生便で届くようなシステムになっています。ですので、それを使うというのは手なんですよね。まあ、410円かかります。速達の場合はそれで確実に再生便で届きます。郵便局のところに案内が出ています。どこのところから、郵便番号を打ち込んで、あなたのところから、東京のここまでやったら、何日の、翌日の午前中に届きますよとかね、出てきますんで、それを確認してください。あと、速達は何がいいって、速達ってちゃんと赤字で書いてね、やったら、ポストに投函でできるっていうのもいいですよね。ただ、これ、実は追跡機能がありませんし、保証はありません。ですね、万が一、速達で送ったのに、別のところに持って帰って、その次の日になっちゃいました。ね、エントリー締め切り日の翌日になってしまいましたってなった場合には、郵便局からできるのはごめんなさいしかないんですよね。保証も何もないんで、それによってまあ民事訴訟とかね、するのはするでなるんでしょうけど、原則は、速達というものに保証制度がないので、泣き寝入りしかないんですね。まあ、それ本当よっぽど毎日ですよ。速達遅れて届くって言ったらね、よっぽど一大事なんで、謝る言うても、現場の平社員がね、パッと謝って済むような話じゃなくなることが多いですから、特に昨今の速達っていうのはね、わざわざこの値段410円出してまで、送るっていうことになるそれなりに意味がある郵便ってなってきますから。なんですけど、保証はないです。まあ、一応ね、言い訳はできるかもしれませんけどね、この日に、決心をされますからね、この日に速達で出してたんで、通常なら届く予定のものだったのでって言って、まあね、採用担当者が、まあ、そこまで、ね、ちゃんと配慮していただいてる郵便でしたらって言って受けてくれることもありますし、受けないというケースも、あるかもしれません。それは、いや、あくまでも届いたものなんでっていうね、それはもう採用担当者の方次第ですね。何度も言えないですけど、まあ、一応言い訳には使いますよね。あくまでも郵便局は再選便と保証してますから。